はい、こんにちは。それではですね、今日は少し大きめに下げているスクリーンですね。今日は875円安、5.73% 安という形で引けております。スクリーン見ていきたいと思います。で、昨日ですね、昨日というか今日の朝方ですけども、決算発表のアメリカのマイクロンですね、こちらが時間外で下落をしているということで、ディスコとかですね、レーザーテックですとかね、東京エレクトロン、こういったところ、大型株の半導体のところですね、ちょっと冴えない動きっていうのが今日は見られていますよと。で、マイクロンテクノロジーなんですけども、24年の6から8月の売上高見通しにサプライズ感が乏しかったということで、事前のですね、予想っていうところは上回るものであったと思うんですけども、今ですね、高い期待を背負っているわけなので、ちょっとやそっとではですね、ぐっと上げるまでの力っていうのは難しくて、一旦下に押しているってことですね。これ戻ってくる可能性っていうのも十分あると思いますので、今日はファーストインパクトっていうことで、下げているっていうところももしかしたらあるかもしれないですけどね。スクリーン、結構ですね、それも受けて下げてますよと。あともう一つ多分こっちもあるのかなと思うのが、レーティングの格下げが今日ありましたと。実際は昨日なんですけどね。みずほですね。みずほがスクリーンを買いから中立に格下げをしておりまして、目標株価の方を2万1000円から1万6000円ですね。結構下げましたね。5000円下げていると。ような形になってますので、これも、今の値打ちからはまだ上なんですけども、1万6000っていうのはね、それにしてもちょっとインパクトはこうでかかった可能性っていうのはあるかなというふうに思っております。はい。で、もともとですね、このスクリーン、以前の動画でも言っているように、この信用改ざん、やっぱり結構多いです。236万ということで、ちょっとずつ減ってはいるんですけども、ちょっとビビたるものという感じになっていますので、今のね、常時出来高、だいたい100万円、100万株いくかいかないかっていうところでいきますと、ちょっと全然足りないというのが、今、かなり需給がね、結構悪い状況だってことがわかると思います。そして、今のこの236万っていうのは、ほぼすべてが、しこりってことですね。これ含み損になっていますので、ほぼすべてですね、今年の本当に最初の方に買った人以外はですね、ほとんど含み損っていう形になってますので、非常にしこりが多いという形で、需給が悪いというふうに言っていいかなと思います。機関と投資家はね、動向がそこまでね、多いわけではないんですけども、やっぱり上への力っていうのはかなり限定的かなというところです。そういうところ長期足見るとよくわかるんですけれども、まずですね、月足の方からですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、まずこれ月足なんですけども、3ヶ月連続で陰線という形になっていまして、今日もですね、下げているわけですけども、もう6月ですね、そろそろ月足が確定する時期に入ってきていますが、先月の段階でこの2ヶ月分の上昇をすべて2ヶ月で打ち消した形、さらにその後下げているというような形で、このままいくと3ヶ月連続の陰線となりますので、まだまだ反転の動きっていうところには、遠いかなという形だから、長期足で見る投資家にとってもですね、なかなか買いたくならない、そういった足型になっているということですね。それから週足ですね。こちらも見ていきたいと思いますけども、週足もですね、このダラダラと下げるような感じですよね。で、全くですね、この陽線がほとんどないというような形で、もう戻りもほとんどないわけですね。なので、頂点のこの2万円のところですね、高値のところから、ほとんど大きなリバみたいなところは見られずにですね、本当にダラダラと下がりつつっていう感じですね。それから結構気になるのが上髭多いですよね。だから一過性の上昇があったとしてもすぐ売り叩かれるというような形で、こういったところ、やっぱ需給が悪い銘柄に特徴的な、そういう足型っていうのがしっかりとこの週足でも出ちゃっているというところは、かなりネガティブ要因かなというふうには思います。はい。で、次ですね、日足も見ていきたいと思いますけども、はい。で、日足でですね、ちょっと下げ止まるんじゃないかなと思っていたラインが、前も言っていたように1万5000円付近のラインですね。このようなところっていうのは一つ下げ止まりのラインということで見ていたんですけども、ちょっと今日ですね、また安値を更新してきたという形になっていますので、まだですね、下げる下にですね、下げる可能性っていうのは十分見ておかないといけないかなというふうに思います。で、そのラインをということで、ちょっと見ていきますと、今フィボナッチをね、ここ引いてるんですけども、ここですね、2023年の、10月の末のところですね、これがこの上昇の起点となっているわけですけども、そこを起点としてフィボナッチ引いていきますと、
ちょうどですね、この 13,625円のところですね。このラインっていうのが、この上昇時にですね、一旦ですね、このサポートを確認したラインが1本あるんですよね。で、これがぴったしですね、0.5 ということで、まあ 50% 戻しになるんですよね。なので、まだ下げるということであれば、一旦 13,600 のところでの反転っていうところは、ちょっと狙ってもいいのかなというふうには思っていますが、まあ、ここに差し値を入れておくということではなくて、やっぱりこのようなね、底固めの動きっていうのが、ここでも見られないと、なかなかこれだけのですね、勢いで下げてきているわけですので、そして需給も悪いということで考えるとですね、まあ、取るとしても短期的なリバになるのかなという感じがしております。またですね、これ、明日金曜日ですね、すっとすぐにですね、1万5000円を奪還するような戻しっていうのが、まあ、もし入れるのであればですね、また週足も少しは良くなってくるかなと思いますので、一旦ここでですね、まあ、逆差し値狩りとかを今日したと思うので、そこで振り落とした上で上げていくっていうのは、結構ですね、期間がやったりはするので、まあ、そういった動きが出るのであればですね、もう一回1万5000円からですね、上を目指す展開っていうのに、まあ、戻っていくっていうことも大丈夫かなと思いますので、明日結構どのぐらい戻せんのか、あるいは戻せないのかっていうところも結構ですね、スクリーン持たれている方、あるいは注目されている方は、ちょっとしっかりとね、見ておく必要があるかなというふうに思います。はい。まあ、ちょっとですね、最近、やっぱり結構スクリーンに関しては、まあ、お問い合わせといいますかね、リクエスト結構多い銘柄にはなるんですけども、やっぱりこの推移を見て、それからですね、信用改ざんも結構多いというところを見ていきますと、やっぱすぐには戻るとしてもですね、時間かかるのかなという感じもしますし、例えば融資残のところもですね、少しずつ減ってはいるんですけれども、まあ、まだまだ多いなというところもあります。それから回転日数ですね、ここもちょっと伸び始めていまして、34日。まあ、これは結構、まあ、スイングトレーダーがどん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 増えていって寝転がりしているっていう感じが、まあ、見て取れますよね。それから、まあ、これが一番、見てほしいところでありますけども、この信用改ざんがですね、常にこの出来高よりもですね、上にいるわけですね。ということで、毎日これはこなせないような状況っていうのが続いているというところ。まあ、こういったところのデータを見てもですね、非常に厳しい状態ではありますので、まあ、基本的には触らなくていいような、まあ、そういった、今状況であるっていうところはですね、しっかりとお伝えをしておきたいなというふうに思います。あと、それからですね、そうだ、これ、ちょっと前に出ていた、まあ、スクリーンホールディングスのですね、投資単位の引き下げに関する考え方っていうですね、IR なんですけども、まあ、当然ながらですね、ここは二分割をですね、10月1日にしているということで、まあ、さらなる投資単位の引き下げに関しては、市場動向とか株価推移とかね、そういったのを勘案しながら、引き続き検討したいということですけども、まあ、今この状況で分割をすることは、まあ、結構危ないということですね。これだけ、すでにですね、しこりが多い状況、信用改ざんすごいしこってる状況で、さらにこの信用改ざんを自動的に増やすような、そういった、まあ、株式分割っていうのは非常に危ないということですね。これ分割したからたくさんの人が買いやすくなって上がっていくっていうのは、そんなことはないわけなので、こういったところっていうのもですね、ちょっと非常に重要なところになりますので、見ておく必要っていうのはあるかなと思います。まあ、今日ですね、結構いろんな銘柄がですね、分割しているわけなんですけども、やっぱり信用買いがね、多い銘柄に関しては、結構今日もね、大きく下げてたりっていうのも見られますので、まあ、そういった目線でもですね、ちょっとこの株式分割、決して、これ自体がですね、いい材料とは言えないので、しっかりとね、そういったところの数値も見ながら判断をしてトレードしていく、これが重要かなというふうに思います。はい、ということで、ちょっと最後余談になりましたが、スクリーンホールディングス7735をですね、見ていきました。まあ、結論基本的には今触らなくていいような銘柄で、もっと足型をしっかりと作ってからですね、1万5000円ぐらいまで奪還してからようやくですね、上を目指していけるのか、その出来高の推移とかを見ながら判断していくような銘柄かなと思っております。はい、それから今日ですね、木曜日ですので、20時からサロン限定でですね、ライブやっていきます、分析ライブねやっていきますので、よろしければですね、ご参加いただければなと思います。まだサロンですね参加してないよという方は概要欄の方からチェックの方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。そして最後に公式 LINE 登録特典のお知らせです。特典1、副業株トレードで1日1万円稼ぐ方法というですね、動画講義をプレゼントしております。こちらはですね、1日1万円トレードで稼ぐために必要な資金ですとか、トレードスタイル、それから銘柄選定や当日の動き方など、まあ、僕はですね、重要と思っている要点をまとめた動画になっております。
そして特典に、うねいどり手法ですね、こちらの動画講義、これが全9回になりますけれども、こちらをプレゼントしております。でこの手法というのはスイングトレード向きの講義になるんですけれども、買い立てと売り立て、まあ、信用を、ね、使うわけなんですけれども、これを使って利益を確保しながら伸ばしていく戦略、これについてですね、じっくりとお話ししております。そして特典3、僕はね開催しております株オンラインサロンですね、こちらの参加割引チケットをねプレゼントしております。まあ、より詳しくですね株トレードを勉強してみたいなという方はですね、ぜひこちらもご検討いただければと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。公式 LINE の、ね、登録方法ですとかサロンの詳細に関しては動画下の概要欄からぜひご確認ください。